映ってるよ。こんにちは、ホテル暮らし YouTuber のしずかです。こんにちは、しーちゃんの友達です。かおちゃんで す, ちゃんです。今日も、かおちゃんとなんかゆるーく福井弁話していきたいなと思います。タイトルは特に決まってません。お題はないからフリートークみたいな感じかな。何がいいかな。いや、なんか今日服かぶってるやつな。そう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 、たまたまキャスケットもかぶってるし、キャスケットも、はい、そう、キャスケットもかぶってたし、かぶってるし、服の色もな、かぶってるし、てるしこの感じ、そう、パンツ、はい、こんな感じでもしーちゃんは実はサンダル、トゥトゥルー、沖縄から来たのでサンダルで、はい、サンダルです。明日ブーツ買いに行きます。もう寒いもんな、こっち寒い、めっちゃ寒いんやけど、東京は。え、でも、うん、でもな、あれやで、しーちゃんが来た今日から、うん、昨日か、うん、晴れ。あ、マジで。その前までずっと雨やったもんね。あ、東京そう、あ、そうなんよ、ずっと雨やったよ。へぇ、雨が多すぎてさ、うんうん、でもなんか見てなかった、投稿みんなの雨です全然、あ、ごめんなさい、最近見てないやって本当に雨、本当に雨、マジで嫌だ。9月10月雨すごい多かったらしいよ、やっぱり。あ、今年そう、東京しかも。そうなんや、うん、なんかもう沖縄全然雨降らんくて、台風も今年めっちゃ少なくて、いや羨ましかったもん、しーちゃんの投稿ばっか見てて、うわ沖縄行きたいな、沖縄行きたいなと思って。思うよな、もう逃げたかった、本当に。本当そんな、え、めっちゃ雨やったよ。ゲリラ豪雨とかもあったし、うん、2回ぐらい当たったことあるもん、うん。そうで、日傘持ってて、日傘で対処できるかなと思ったけど、うん、全然ダメ。ブワー吹いてる。珍しそうだね。珍しいと思う。でも10月、うんうん、この前テレビでもやってたけど、9月10月はすごい雨が多かったってやってた。もうないよ。そう、最悪だった。そう、関西とか福井の方はそんなにあれやったけどね、あの雨じゃなかったけど、うんうんうん、東京の方が雨やった。うん、ないよ。もう嫌やったもん。もうロングブーツ買ったし。え、今年流行ってるでいいが。うん、ロングブーツ買ったけど、もうでもめっちゃ晴れじゃない。うん、確かにな、晴れてきたでな。もうちょっと雨の時に届いてほしかったなと思って。うんうん、早くね。そう、11月中旬ぐらいに届くって書いてあって、あ、ちょっと遅いなと思って。どこで買ったの？バースデーバッシュ。あ、え？出てるん？え？ネットで。そう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 。ちょっと私も見てみよう。なんかバースデーバッシュっていう韓国とかね、韓国の子がそうモデルやってる服屋さんがあって、めっちゃプチプラで可愛い。プチプラっていうかなんか、まあ、安めの割と安いとこ、ね、オンラインで。そう、可愛いし。見てみよう。マネコしよう。なあ。そう、でも。なんかでも沖縄にいるとさ、今もう11月になる前なんやけど、今でも B さんやし、今でも半袖なんやって。でこれちょっと前に買ったんやけど、うん、どうだった？これネットで買いました。そうそう、沖縄で売ってるんかなと思って、うん、ネットで買って、そうそうそう、やっと来た、初めて来た。そうそう、沖縄に届いた感じ。沖縄に、いや、実家に届けて、うん、からそう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 、ホテルどこに転、まあ、分からんで、そう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 やな、だって引っ越しして、引っ越しっていうか他のホテル移ってんしたら届かんもんな。そうかもしれんで、一応なんかこうネットで頼むときはだいたい実家にこう送って届けてもらう。そうそうそう、で実家からなんかこう日用品とか、うん、自分の使ってた、今まで使ってたバッグとか、うん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 、そういうのと一緒に送ってもらうみたいな感じ。もういらんもんな。でもそう、え、長袖ってさ沖縄いるんか。一応いるみたい一応いるみたい。あ、一応いる。そうそう、で東京来る前も2日間だけ雨降って、うん、でその時にちょっとやっぱ肌寒いなと思って。そっかそっかそっか。そうそう、ライダース着たんやけど、まあ、こういうニットでちょうどいいかなって感じ。いいなぁ。もうヒートテックとか絶対いらんやん。あ、いらんと思う。やろう、うん、めっちゃいいやん。なんでちょっと今年の冬か、うん、初めて沖縄で過ごすんやけど、冬服あんまいらんやん。あ、そう、お金かからんだ。かからんし、そう考えたらかさばらんでいいなと思って、トランクとかに。かさばらんってさ、表現か、かさばらんって言う、言う、言うかな、言うんけ、あれわからん。かさばらんって言うかな、言うかな、かさばるは言うよな。
語で言うと、うん、かさばらないよねって言うの。確かにかさばらないよね、かさばっちゃうよねみたいな。かさばらない、かさばらないよねって言わない。かさばらんですよね。かさばらない、うん、かさばらない方言って。福井弁じゃないと思うな。でもあ、かさばる出てくる。かさばってんたとかは言うけど、てんた、かさばってんたは言うけど、標準語じゃないの？言わんのかな、どうなんやろ。言わん？かおちゃんいろいろ調べてくれるそれ分からんとさ、すぐ調べるでな。うちはあんまり調べんで、さすがやと思う。ほんと？うん、調べるのになって。めっちゃ気になったらすぐ調べる。うん、いいことやんそれ。そうです、うん、すぐ聞くし、え、それって何？いいじゃん。でも覚えてないよね。え、いいやん。なんかもう、なんか知らんのに知ってるかのように過ごすで、うちは。あ、そうなんですねとか言って、うん、そうやって何って思いながら過ごすで。調べたら馬鹿が割れるみたいなのはあるな、結構。母ちゃん、うん、そこ多分そんな気がせんけどな。喋らんときはいいけどって言われるよ。あ、言われる。本当に、うんうん、しゃべらんとけばいいのよ。そう、しゃべらんとけばいいのよ。癖が出るでさ、喋ると。そう、わかる。癖が出るね。で、結構なんか、何？若く見られる方。動画やで。母ちゃんはさやな。若く見られる方やけど、あ、しゃべると、あー、31年みたいな。言われる？嘘。喋ると意外としっかりしてるねって言われることは。かおちゃんはしっかり者やねんな。なんか分からんけど、そう、インストラクターヨガのしてるやん、うん、インストラクターしてて、今日も生徒さんに、今日生徒さんちょっと若めの方で32歳やったんやけど、うんうん、あの、え、薫さんっていくつですかって言われて、いや、なんか32やったで、いや、まだまだ若いんで大丈夫ですよって言ってたら、うんうん、え、薫先生っていくつですかって、え、31やでとかって言ったら、うん、20中旬かと思いましたみたいな。え、でもかおちゃんはもう本当に18、いや、もっと変わってない。もうずっとこのままやで、マジで変わってない。分け目とかも変わってないもんな、うん、髪型もこれやし、そうそうそう、髪型これやし、10年間これっていう感じやな、うん、そうや、すごいと思う、かおちゃん本当にすごいと思う。そうやな、うん、うん、もう30年かな。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバーイ。ポイポイ。あ、そうやった。ポイポイやった。